たんまご、たんまご、イエイ。たんまご、たんまご、イエイ、イエイ。サナ、何やってるんだ？ん？朝ごはん作ってるんだけど。それは見ればわかる。その格好だ。久しぶりに女子感強めてあげようと思って。今のサナが来たら、ただのコスプレだろう。なあ、せっかく女子好きのケイさんを喜ばせてあげようとしたのに。いいもん着てあげない。コスプレでエッチするのも禁止。え、ああ、いや、からかって悪かった。機嫌直してくれ。うん、本当にそう思ってる？ああ、サナはいつまでも可愛いぞ。しょうがないな。いいよ、許してあげる。それより冷める前に食べよう。その後お出かけするんだからね。ああ。あーん、ほら、ケイさんの大好きな甘い卵焼きだよ。おいしい？ああ。もう一つ、あーん。いや、一人で。あーん。あ、ケイさん、ご飯粒つけてる。え、嘘。サナ、その服覚えてる？はるかった。あの時買った服だよな。うん、あの頃お母さんが選んだ服しか着たことなかった。その時自分が初めて自分で選んだ服、お気に入りだから今日絶対着るって決めてたんだ。あれ、ケイ君。お、ユーカさん。サナちゃんも一緒か。久しぶりだね。ご一緒してもいい？あ、うん。お邪魔します。でも本当久しぶりだね。元気みたいで安心したよ。ゆうかさんこそ、ディアフレだと連絡取れなくなってたし。神待ちはもうやめちゃったの。そうなのか。そう、今は普通に働いてるんだよ。あ、でも二人でケイ君の世話をするのも悪くないかな。サナちゃんの肌すごい綺麗だよね。以前と全然変わらない。そんなことない。やべ。サナちゃん可愛い。胸もすごい綺麗でスタイルもいいよね。ゆうかさん、ここお店。どうしよう、拒否できない。ダメなのに体が動かない。このままじゃ。それじゃあ3人でこのままどこかに行っちゃおうか。いや、それは。私ちょっとお手洗いに。ちょっとからかいすぎちゃった？さすがにやりすぎだ。あれ、ケイ君だって止めなかったし、少しは期待してたんじゃないの？そんなことはない。だったら私と二人だけでどう？そこのトイレで、昔みたいに。エロい目しやがって。ちゃんと私が責任持って処理してあげる。どう？またしたくない？いや、いい。もうこういうことはしないことにしてる。サナちゃんがいるから。あ、そっか。じゃあ仕方ないね。ケイ君変わったよね。そうか？うん、昔はそんな表情しなかったもん。やっぱりサナちゃんのおかげかな。で、私仕事あるから行くね。あ、ああ。バイバイ。あれ、帰っちゃうの？うん、ちょっと仕事が入っちゃって。そっか。サナちゃん、お幸せにね。え、ああ。うん。
そろそろ行こうか。お。暗くなっちゃった。結構混んでたからな。でもちょうど値引きの時間でラッキーだったね。その分余計なものが入ってた気がするけどな。俺にも少し分けてくれるか。ケイさんもぼっち好きなの？ネーミングが秀逸だよな。つい一人でテレビ見ながら食べて手が止まらなくなる。寂しい。おい、でも今は私がいるもんね。一緒にぼっち食べよ。ああ、でも先に晩ご飯だからね。俺は子供か。風呂場の掃除終了っと。ねえケイさん。お、私今日泊まってもいいかな？ううん、これからもずっとここに。お前まさかまた。大丈夫、お母さんにはきちんと連絡してるから。Kさんのおかげであれからお母さんとはすごく仲良くなってるんだ。俺ももう離れたくない。今さら離れられない。Kさん、Kさん大好きだよ。ああ、知ってるぞ。もう知ってるんじゃなくて、はっきり言葉にしてくれなきゃやだよ。愛してるのはお前だけだ、ずっと。期待してたよりもずっと嬉しい言葉もらっちゃった。起きた？サナ。ケイさん、私今すごく幸せだよ。